では始めます、私は大林組の杉浦と申します、現在ですねグローバル経営戦略室経営基盤イノベーション推進部というところに所属しています。過去ですね施工管理の方法とかプロセスを変えるために我々必要なテクノロジーをずっと探してきました。この詳細は次の塩坂さんの方から説明がありますけれども、施工管理におけるリコンストラクトの活用というのが施工管理上一番重要である工程管理、それから出来型管理、出来高管理、これのプロセス改革をもたらすテクノロジーだということを我々は確信しました。この新しい業務の進め方をプロセス変革と位置づけて、この取り組みを加速できるテクノロジー、この一つがリコンストラクトというふうに我々は思っています。